えー、お,さおはようございます。10月15日火曜日朝6時の相場解説になります。えっ、ー、と、来週の今日は相場解説すでにありませんので、私がね、インターネットの環境にあんまり良くないところに行きますので、えー、来週は期待されないでくださいね。当てにされないでくださいね。あの、相場解説の放送はございません。えっ、ー、と、24から25ぐらいまではないですね。早ければ25に回復しますけれども、えー、その時はまたご連絡申し上げて、 えー、通常に戻ったらね、いきなり通常に戻りますんで。ということなんで、えっ、ー、と、来週の今日はもうすでに放送がないと思ってくださいね。はい、えー。10月15日火曜日、日足を見ております。日足を見ていただくとね、こちらの方、どこに行ったかはする。こちらの方を抜け出して上の方に飛び出たことと、あとは4本赤い線を引いていた、 あのサポートラインですね。これも全部抜けたことが分かりますので、今後はこの辺りにマーケットが展開されるんではなかろうかと思います。で、ずっとトレンドも上昇ですしね、それから移動平均線も上の方に広がっていきますんで、まあ、ここから150円の方に突入していくんだろうなっていうふうな見立てでございます。上昇トレンドがぐーっとありますよね。こう来たのが、こう来て、こういうふうな形で波を作ってるってとこです。で、月に4時間なんですけども、 4時間はもう一方的な上昇トレンドで、すねで。今回ね、デイリー4時間1時間と全部上昇トレンドに揃ってる状態なんで、これが上昇トレンドというやつですよね。ねじれてないでしょ。それから、1時間を見たらお分かりいただけると思うんですけども、この4本の線をついに抜いたわけですよね。えっ、ー、と、4本の線をね、これ、この4本の赤い線をですよ。こう抜いていったんで、 ここから今度は NG を書いてまた突き上げるような形になると思います。で、1時間でそのことを解説しますね。はい、ご覧のように。おそらく移動平均線の赤いところに跳ね返ってっていうのはまたいつものパターンなんですけども、ネックラインはこの辺りになると思います。もしくはヒゲ先でこうです。で、あとはね、赤い移動平均線を下回っても今度はこのゾーンですよね。このゾーンで跳ね返って上に行く可能性が高いんで、いずれも押し目を作る。そのための この価格の下落だというふうに見えます。150円今週中に達成するんではなかろうかと思います。明日とか明後日ね。今日中に行く可能性もありますよ。もう今149円のもう際ですからね。一時期はもう96何菓子まで行ったわけですから。これは150円期待してもいいんじゃないですか。全ての時間軸は上に向かってますからね。で、さらにここでもう押し目を作ろうとしているところを考えると、 倍一辺倒でいくことだとだ思いますもちろん、そうならない場合もありますので、そのための備えは必要ですけども、基本的にね、ここまで材料揃ってたら、倍のエントリーをもういつしてもいいような状態じゃないですかね。はい、今日はそんな見通しでございます。頑張っていきましょう。それでは。